どうも、こんばんは、ヨサクです。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。いや、もう、これね、最近ね、冒頭に言ってないもんで、もう、聞いた人は問答無用でお願いしようかなと思ってまして、最後に言ってもね、やっぱ1時間半の後のライブの後って、まあ、聞く人限られてるんで、最後まで聞く人、アーカイブにしてもね。やっぱ、結構、そうですね、後々アーカイブとか見返して、いいねついてる数とか見ると、危機的な状況だな、というね。まあ、笑ってる場合じゃないですけども。もう問答無用でもう、お願いしたこうかなと思いましてですね。はい。まあ確かにそうですね。始まったばかりの視聴者少ないタイミングで言うのもどうかと。そらそうだわね。こう、いい塩梅のところでね、言わないと。いい塩梅の時ってでも話盛り上がってるからそれどころじゃないのよね。本当はだから、まあどの YouTuber さんもそうですけど、ねえ、いいねと。チャンネル登録お願いしますって言わずに済んだらどれだけいいもんかという話ですよね。はい、木壇さんね。はい、すでに登録済みだけどもう一回押せばいいんですか？うん、わかったわかった。もう好きにしたらいいと思いますよ。もう煮るなりね、焼くなりしてもらったらいいっすよ、もうね。いやー。でも、どんなに登録者多くてもやっぱり豆にね、みんな言ってますもんね。ヒカキンさんがはじめ、なんでこんなに登録者多いのに、こう、チャンネル登録お願いしますとか、言うのかしらみたいな、そんな思ったけど、まあ、言うとさ、やっぱりさ、ちゃんとさ、押してくれるのよね。みんなね。まあ、そこだわね。まあ、その意識があるからこそあんだけね、やっぱり伸びてるチャンネルっていうことなんでしょうね。で伸びてない上に俺は言わないからさ、もうどんどん腐っちゃうのよね。本当にね。いや、どうぞよろしくお願いします。ですね、まず今日はですね、減塩戦争の配信はですね、しなかったんですね。で、これなぜかって言いますと、予定があるとかどうのこうのじゃなくてですね、直前にですね、端末の調子がね、極端に悪くてですね、まあ今までごまかしごまかしやっておりました。配信の途中にもかかわらず、画面が真っ暗になっても、もう動揺の表情一つ見せずにですね、なぜか脇役のログザ王が時間をつなぐというね、その謎の演出でやっておりましたけれども、まあちょっとね、さすがにまずいかなという状況になってきたんですよ。Android の古い端末使ってる人じゃないとわかんない話かもしれませんけども、まあこの配信ちょいちょい見てる人はね、ご存知かと思いますが、ゴーストタッチという現象があるんですね。これ何かって言いますと、まあ、端末の、まあ、性能が、あんま良くなくてですね。まあ、限界を迎えている状況だと、その画面をタッチしたところ以外が反応してしまうと、しかもこう、なんて言うんですかね、複数箇所がこうなんか、指でタッチしているかのような。もう初めてこう、遭遇した時にびっくりしますよ、ほんと。なんだこの心霊現象はって、本当にびっくりしちゃったんですけども。まあ、調べたらですね、ゴーストタッチという現象らしくてですね。まあ、端末の性能が限界に近いとそういうようなことが多分起こりやすいのかな。まあ、その証拠にですけれども、端末がね、最近ちょっと熱いんですよね。回路ぐらい熱くなっちゃっててですね。まあ、それでもいろいろ、手は打ちつつやってました。キャッシュを削除するとか、まあ、容量を開けたりとかね、いろいろやったんですけれども、まあ、多分メモリの部分ですよね。
つまりその勉強机でいうところのその作業をする台ですよ。そこがもう物でね、土地からやらかってて、で減塩戦争、容量が徐々に大きくなってますので、まあつまりその減塩戦争という、まあ大きいものをこう置いてですね、私の机の上で作業するにしても、その机が小さすぎるんだというね、まあそういうことだと思います。でもういよいよそれが限界に来ちゃいまして、今日、ショップを私なんか買おうかなと思ってた時にですね、ゴーストタッチが発生いたしまして、経験値キューブの極みをですね、電動席で買ってしまうというですね、もうこれはもう末期でしょうと思って、もう今まで奇跡的にこういう状況は起こってませんでしたけれども、あ、ついに来たかとみんながいらねえいらねえつってさ、あんな経験値キューブなんかさ、なんでそんな原動席で売ってんだっていうね、運営さんが対策しないもんだからついに我がゴーストが購入しちゃいましたよ、あれを。まあ、他にもね、配信中よくあったんですけど、手動での対戦の時とか、パフォーマンスが悪いんですよね、私のターンに回ると。で、私のターンに画面が切り替わるんだけど、その時に制限時間が、確か10秒かな。何もしないと10秒なんだけど、なかなか動かないんですよ。僕の、キャラクターが、手動なんだけど。ようやく動き出すのが、その残り4秒ぐらいになってから動き出すっていう。もうこれダメだっていう。いや、話になってくるわけですよ。あ、もういろんな方お越しいただいております。母さん、愛ちゃんね。はい、どうも。ありがとうございます。はい。そうですね。ゲンマイチャ EX、我がギルドが、本日ですね、アリエス2に昇格ということで、誠におめでとうございます。いや、よかったよかった。ほんと、まさか今日とは思いませんでしたね。惜しいところまで行っちゃったんですけれども。まあ、なかなか上がれなかったんですけどもね、今日、無事に上がることができました。はい、七七さんどうもありがとうございます。はい、ワールドチャット誤爆記念書き込み、はい。いいわそんなの。これ何にも知らない人に説明するのめんどくせえんだから。いや、幻影戦争ではそのギルド内のチャットというのとワールドチャットっていうのがあって、まあギルドチャットはもう名前の通りギルドメンバーで共有するチャットですね。まあそこにいつも私は書き込みをしていると。ところがですね、そのワールドチャットっていうのは幻影戦争の全ユーザーが書き込むことができるというね、すごいチャットがあるんですよ。もう一瞬で世界とつながることができるんですね。しかもそのギルチャとワルチャっていうのはタグ一つ押せばもうワールドチャットにね切り替わるんですよね。でさ、まあ昨日の私がさ、そのいつの間にかそのギルチャからワールドチャットに切り替わったの分かんなくてさ。で、なんか、その、当然ワールドチャットの人たちですから、何にもその、僕らのギルドとかで、ね、知らないような状況で、何にも関係ないこと喋ってるんですよ。なんなんだ、この人たちはと思って。僕はギルドメンバーだと思ってるから。いや、普通でもさ、その、なんていうの、見知らぬ名前の人とかいたらさ、あ、ギルドメンバーじゃねえなって思うわけじゃん。あ、ここ違う場所だって気づくわけでしょ。ところが、うちのギルドメンバーっていうのは、なんか、しょっちゅう名前変えるんですよ。自分のプレイヤーネームを。変えるもんだから。で、しかもその、アイコンね、アバターですよね。自分のキャラクター。あれもちょいちょい変えるのよ。なんか、こないだとか、何や、その、猛暑の人がさ、全員鎧着てんのね。猛暑の日に暑いですね。いや、ほんと我々はこういうのを着ていないといけない商売ですから、ほんと大変ですよ。で、ハーハーしてんのよ。アホかと
もっと身軽な格好しろっつって。身軽な格好しろっつったら全員が全員さ、水着のキャラクターになってさ、いや、それはそれで幻影戦争じゃねえだろっつってよ。まあ、そんなバカなことやってるもんだから、あ、またそのノリだっつってよ。なんだこれって思って。んで、いつもだから、名前とかしょっちゅう変えるもんだからさ、プレイヤーネームの横に、プレイヤー固有の ID が表示されてるわけです。全部表示されてたら、それはね、ちょっとね、いろいろ都合悪いんでね。幻影戦争ではその末尾の4桁、そこをだけが表示されてるんですね。で、ギルメンが常に名前とかいろいろ変えるんで、僕はね、プレイヤーの末尾の ID 覚えてんですよ。子さんの人は。わりかし。例えば、2058のメンバーいますよ。2058の人いますね。その人は、匂う5やって覚えてますね。それから、なんだ。今日新しい人がいたな。新たにね、覚えなきゃと思ってね。あ、3893の人。3893の人、今日新たにね、名付けました。サンバクサってこれで覚えました、ね。で、ワールドチャットの方のさ、なんだこいつと思って、名前全然わかんねえ人だったから、キャラクターもわかんねえからさ、末尾の ID 見てもさ、なんか、俺の記憶にない ID してるから、あ、新人だと思って。うん、ここにいるライちゃんとかね、わりかし積極的になんか、ギルチャに溶け込んでるもんだから、あ、俺覚えてねえからさ、末尾の ID、あ、ライちゃんかと思ってさ、もうさ、もうやめてほしいのよ、ほんと、名前変えるとかさ。だから、俺はその、なんか、わけのわかんない話してる人たちに対してさ、名前変えろっつったのよ。そしたらそれがギルチャじゃなくて、ワールドチャットでさ、俺見知らぬ人にさ、初対面でいきなり名前変えろっつって。その前にちょっとぼやいてたわ。なんだこの末尾の ID って。知らねえ ID だな、つって。で、その後すぐに。なんか、当然、わけのわかんないさ、会話がいきなり紛れ込んできたから、ダーガスの人がさ、誰やつって、わらわらつってさ、送ってるわけよ。誰やって送ってきたに対して俺は、うるせえ、名前戻せつって。元からその名前なんだよ、つって。本当にね、お騒がせいたしました。本当、あ、どうもどうも、はい、クラリスさんね、ありがとうございます。いじんないでください。はい、バグちゃんどうもありがとうございます。はい、母さんもね、マニアさんこんばんは。どうもどうもどうも、ぬるぬるさん、いや、もうありがとうございます。はい、本当に気をつけます。あくまでもね、こういきなり暴言からワールドチャットに挨拶で入ってしまいましたけれども、あれは仮初めの姿ですからね。もうギルチャのね、その内輪乗りをですね、持ち込んでしまいましたね。本当にもうお騒がせいたしました。はい、謝罪会見とかないですね。特に謝る必要ないです。はいはい、笹さんこんばんは。誤爆にハーハーしないでください。とかなんとか話している間にですね、ちょうど今気まぐれ屋が来まして、これで、いやー、いいですね。私の水着リリッシュが、四十三個追加ということで、これで、はい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 、売ってた。はい、四十百二十個手に入りましたんでね。無事に、マックスまでレベルアップできますね、次に。結構長かったなぁ、なんか、期間切れするんじゃないかなってヒヤヒヤしておりましたけれども。やりました。OK! はい。ジョブレベル25ということでね。さあ、実践が楽しみです。まあさんどうも。いや、取締り強化とかない、ないですよ。別にその、
取り締まってないですから、私は大体ね。私はツイッターとかでハーハーしてるというのはね、なんか、みんな可愛くてやってるんでしょうけど、なんか生理的に受け付けなくてですね。それで注意してます。はい。いかんですね。まあ飲みながら適当に喋らせてもらいますけれども。まあとにかくですね、その私のスマホがですね、ちょっと今調子悪くて、今日も幻影戦争の配信しようと思ったんですけれどもね。なんかね、ちょっと、途中途中なんか止まるなと思ってね。で、しかも、ストーリーのインタールード、結構評判いいじゃないですか、今。あれ、ちょっと止めながらやるのは申し訳ないなと思いましてですね。今日は配信を控えさせていただきました。で、そろそろ買い替えなかななんてね、思ってね。で、まあ、ギルバトはいつも通り参加しました。んで、ギルチャで、挨拶投げかけながらね。でね、そのね、ギルチャで、まあね、誰々さんナイス殲滅とかさ、いつも声かけてんだけどさ、最近それもね、声かけがね、なかなかうまくいかないのよ。っていうのもね、やっぱりゴーストタッチという現象が、まあつまりまあ端末の調子悪くてですね、なんか文字打とうとすると、これまたなんかメモリがなんか調子悪くなるんですね。ほんで、なかなか打てないんですよ。ほんで、電源落としてさ、ほんで、もう一回さ、立ち上げて、みたいなさ。そしたらまた、もう、会話流れちゃってるからさ。もう、テンポ悪くなっちゃうから。なかなか難しくてね。まあ、ですので、買い替えかな、とか思いながらね。まあ、今日、まあ、ギルチャで、応援してましてね。チャットでコメント打ってました。2時間打ってましてね。何にも調子悪いとこなかったですね。あんだけ買い替えようと思ってたのに。買い替えようと思った瞬間に調子が良くなるスマホ。困るねー、扱いにねー。明らかに調子は悪いんですよ、うちのスマホ。良くないんですよ。いや、まあ、ゴーストタッチと、それからフリーマッチで、まあ、僕の開始、ターンになったら、もうすでに6秒経過してて、残り4秒しかないとか、まあ、そういった不具合申し上げましたけれども、明らかにこのスマホはね、ちょっと良くねえなと思ったのはですね、夜中のことです。スマホを充電してたんですね。で、ちょっとトイレ行こうかなって、起きましたら、まあ、スマホ充電中に赤い光をね、発すると思うんですよ。まあ、何かしらの充電するときのね、まあ、まあ、そういう LED ですか。それが輝いてると思うんですけれども、やったらね、眩しいのよ。なんか、あれこんなに光強かったっけと思って、よくよくスマホ見たら、私スマホを落下させすぎたんでしょうね、きっとね。画面は割れてないんですよ。割れてないんですけれども、よくよく見ると、スマホを横から見るとですよ、画面の部分と、本体の部分に、まあ、見事な隙間が出てまして、そこからね、溢れんばかりの LED がね、光がね、伸びまくってんのよ。なんか、月から来た宇宙船みたいな感じの、もうそんな光をね、スマホが放ってて、あ、物理的にこれ、もう壊れてんだと思って。あ、これかと思ってさ。で、スマホの中身がうっすら見えんのよね。なんか基板とか。これはね、さすがに良くねえなって思ってですね。まあ、いよいよね、買い替えかなという感じですか。何ですか？電池が膨らんでるから。そういう理由で、画面と本体ってあれですか？なんていうの？
画面ベリベリって剥がれるんですかね。え、僕落下させすぎかなって思ったんですけど、落下させてちょっとあのこう隙間が空いているところに昨日カバンの中にスマホ放り込んじゃったもんだから、それでなんか間にいろいろ物入ってとかそんなんじゃないかな。バッテリー膨張触ったらもう膨らんでないっていうか、もういつもわかんないんだよね。あ、でも、どうなんやこれ。言われてみればさ、横から見たらさ、スマホがちょっと滑らかな曲線描いているような気もしなくもない。でも酔っ払ってっから俺手震えてんのよね。その、わかんねえな。なんか、あの、家建てるときにあの水平を測るやつとかじゃないとちょっとわかんないですけど。言われてみりゃ膨らんでるような気もしなくはないな。なるほど。これはあの新宿さんの経験談のためになりますね。過充電で電池が膨らんで画面がとボディの間に隙間できました。あ、そういうことか。で、多分この隙間のせいであのゴーストタッチの現象がね起きてたんですよ。まあ、僕があの指触れた場所と違う場所がなんかあたかもゴーストが触ってるかのようにこうタップされるっていう現象ですね。あれゴーストタッチって言うんですけど、多分そのせいだと思うんですよ。あの時々ゴーストが現れた瞬間にそのもうこれどうにかできねえかなって思って、そしたらさ隙間空いてるっていうからさ、じゃあきっとさ本体の方と画面の隙間ができてるから画面タッチした時に正しくさどこを触ったのか認識してないんだと思って本体が。ほんで俺はそのゴーストが現れるたんびにその隙間があるところをさあのギューって押さえんのよ。そうするとね、なんか中のゴーストがねなんか踏み潰されてね出てこなくなるんだよね。結構ね物理的にどうにかなるんですよ。それ結構ね効果あるんですよ。あのなんかうん、バッテリー膨張で膨らんでさ出てきたさゴーストともさ、俺はさ指でギューッとこうさ押さえつけるとさあいつら死ぬんだよ。みたいよ。だからほら昔のテレビをほらね、なんか映りが悪くなった時にボンって叩くとさうまくいくみたいなさ、テレビの映り良くなるみたいな、あの伝統っていうのは多分今でもあるんだろうね、きっとね。家電製品の中でね。言われてみればね、確かにバッテリー膨張とか、ありそうですね。ってことは、まあ、買い替えなのかな。いや、前々からまあ、そろそろ買い替えようかなってのは思ってたんですけども、いかんせんね、僕、あんまり物をね、買いたがらない人間なんですよね。なるだけ物は持ちたくないな、というね、人間でして。あー、はい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 。そうね、熱暴走でね、勝手に電話をかけるとかね。あったあったあった、俺もあった、それ。それもあったんよ、それもあったから、もうごまかしながらさ、ねえ、使うのももういいかと思ってね。過充電で検索すると同じ隙間空いてるスマホの画像出てきます。ちょっと見ましょうか。ちょっと調べましょう。過充電。過ぎる充電。
なんだろう、隙間の画像は出てこないけど、あの、爆発してるスマホとか見るね。爆発の方がよっぽど怖いわ、これ。いや、もう。なんか昔さ、なんだっけな。航空機で、その、スマホのなんかバッテリー、スマホ本体のやつじゃなくて、なんか外付けのバッテリーとかが、なんか、その気圧で爆発したとか、なんか昔ニュースで見たけどね。あと、古い端末のなんかバッテリーが膨張するとか、なんかそんな。だからスマホ、昔のやつを撮ってる人は、その、通電しないとバッテリーが膨らんじゃって、それは危ないですよ、みたいな。そんなん見たんで。いや、普通にその、充電とかしながらね、それでもダメなんやな、というね。そっかそっか。まあ、新宿さんがその症状にあるって言ったら、俺のも多分これ膨らんでんだろうな、きっとな。じゃあ、まあ変えますかね。ほんで、まあ、どうせ変えるんだったら、アハモにしようと思いまして、今、私ドコモなんだけど。で、アハモの契約とか、ちょっとよくわかんねえから、まあそういうのはね、ちょっとあの、どうなんみたいな喋りながら、今日、こう雑談ラジオをね、やろうかなって思ってたんですよ。やろうと思ってたんですけどね、自分でなんとかします。これは。っていうのもね、この配信の前にね、あの、ホリエモンさんのチャンネル見たんですよ。そしたらさ、あの、ゾゾのさ、前澤友作会長だっけ？会長になるんですか？でもね。まあ、とにかく前澤さんと対談されてるわけよ。で、その、話の内容がさ、あの、宇宙とかの話してんのよね。で、前澤さんは、まあ、本気で、世の中からお金がもしなくなったら、世界が平和になるという理念をね、お持ちでいらっしゃるのよ。まあまあまあ、その、宇宙まで行った人だからさ、もう、想像もつかないようなさ、次元の高さでさ、ホリエモンとさ、前澤さんが話されてんのよ。いや、プーチンも多分、宇宙行ったら、戦争しようなんてバカな考えを起こさないと思いますとかさ、もうよくわかんない話してんのよ。うん。すげえなと思って。いや、宇宙行ったらいいですよ。本当にもう、地球がね、綺麗でね、十何周回るんですけれど。なんか大切にしなきゃいけないねって、そういう気持ちにさせられますって。まあ、尊いのよ。話の内容が。それがさ、やっぱ20分ぐらいの内容でさ、まあ長さの動画なんだけど、まあそれ3回分ありますけれども、3本とも見ましたけれどもね。まあね、その、すごいのよ、もう話してる内容が。うん、ようわからんようなことから。すごいな、ビジネスの最前線は、みたいなさ。そんな話されてるわけですよ。一方で俺は、これから、およそ90分の時間、何を話そうかと。この間40迎えたおじさんが、アハモにしていいのかな、大丈夫なのかなっていう。みんなどう思う？ここんとこよくわかんねえんだけど。どうしたら、ね、今まであんまりドコモのメール使ってなかったけど、アハモにして大丈夫だよねみたいな。いい歳したさ、おじいさんがさ、いや、比べちゃいかんような二人なんですよ。そんな、ねえ、もうさ、どんだけ俺はそこ、小さいことで悩んでるんと思って。しかも、ホリエモンと前澤さんのお話が20分でしょ？俺はその3倍以上の時間を使って
3倍以上の、容量を YouTube 側に要求して、俺はアファモにしたらいいかどうかわかんねえから、ちょっと枠よこせっつってさ、なんと愚かな公共の電波でもって。もう YouTube って公共の電波だと思うんですよね。よう使わせてくれるわ、ほんと。こんな、なんかガーシーさんが自分でさ、そのなんていうの、まあ、YouTube よくバンされるから、それで自分のもうネットワーク作るっつって、コミュニティ作るっつってさ、で元 FC2 の会長の高橋さんでしたっけ、高橋さんのお力変えてね、新たなサーバーを立てて、それで生配信するんだと、メンバー向けにやるんだって言ってますけれども、まあ、その1時間の生配信でもやっぱとんでもないコストかかるんですってね。うん、千万とか、それを続けようと思ったらやっぱ億単位のお金がかかると。で、今高橋さんが自分のチャンネルでさ、まあ寄付募ったりとかさ、そんなことされてますけれども、まあね、だから YouTube でさ、まあただでね、こんなことさせてもらってるっていうのはね、まあ、すごいことなんですよ。うん、まあまあ俺が力説するまでもないことだけどもさ、そのガーシーさんが今できない生配信を、私はこともあろうか1時間以上使って、40超えたおじさんが携帯の買い替えどうしたらいいって、これはね、なんか愚かだなぁとちょっとね思っちゃったんよね。いや、だからそのどうしよう。まあ飲むのがいいよ。うん、飲むのが。お酒もですね、私は強くなくてですね。で、まあストロング缶とかしか、まあコンビニ売ってないんですよ。で、酒詳しい先輩がいるから、何がいいですかっつったら、やっぱ、まあ焼酎とか、むしろ日本酒の方がいいと、チェーサーを飲みながら、水飲みながらね。うん、それで やるのがいいよ。あとビールはいいよって言うんですね。ただその、なんていうのかな。あんまりその、やっぱりストロング系はとにかく、あれは強すぎるからやめた方がいいってね、言われるもんでね。で、まあ、その先輩から教えてもらった飲み方でね、まあ、焼酎を、ただボトルで買いたくないですよ。なんていうのかな、1号とか 2号とか、いや違う、まあどれぐらい入ってるかわかんない、詳しくないからわかんないけど、まあとにかく焼酎瓶で買いたくないのよ。うち置いとくと、まあなんか際限なく飲んじゃう可能性があるから、それは良くないという。まあそもそもあんま飲めないし、まあ、週飲んでも1日2日ぐらいですね。ですからあんまり、だからお酒をうちの中置きたくないんですよね、僕ね。で、教えてもらったのが、これはね、もう、いいっすよ。ロックアイス。コンビニ売ってるでしょ？スーパーとか。ロックアイスの、四角い容器に入ってるやつあるじゃないですか。なんていうのかな。まあ、今それ、目の前にあるんですけど。立方体の形の容器に氷が入ってるやつ。あれ。あれにですね、普通はその氷の方を、まあ、グラスの中に入れて飲みますけれども、そうじゃないと、グラス用意するの大変だろうっていうことで、そこの中にですね、今手元にございます本格焼酎黒霧島、こちらの 200ml、 ミニボトルってやつですね。これ私の故郷ではお墓のお供え物として置かれるやつです。だからこんなもん飲み物じゃねえって、俺はもう飲む気にならんわって昔言ってたやつね。まあこれだったら、まあね、飲むんだったら別に
うちにこう置いとくというね、常備しとくわけじゃないんで、これぐらいのやつがいいかなというね、やつでしてね。でですね、そのロックアイスにこの黒霧島のミニボトルを、黒霧島のミニボトルの方をロックアイスの方にそのまま注ぐっていう。そうするとですね、まあ、ロックができて、なおかつ氷がめちゃめちゃ入ってますんで、氷がこう、溶けながら、こう、徐々に徐々に薄いお酒になっていくというね、こういう飲み方をしております。非常にこう、エコな飲み方を、なんでしょう。しかし、こう、エコな飲み方なんですけど、見ようによっちゃなんか海賊が飲んでるみたいな感じの、山賊かわかりませんけれど。いや、今私それ、ロックアイスの容器手に持ってるけど、ちょっと、なんか手のひらいっぱいに容器が収まって、なんかむしろこれは酔いを進めるんじゃないかというようなね、飲み方をしております。はい、深瀬さんどうも。萩さんありがとうございます。果実酒。うわ、うわ、好きですよ。でもコンビニにあんま売ってないんですよね。ほんと。この時間ね、買えるお酒って言ったらやっぱコンビニで手に入るぐらいなんで、あんまりね、好きですけどね。サングリアとかね。ああいうやついいですよね。そういう感じで飲んでおりますけれどもね。じゃあ、そろそろ、じゃあ皆さん、アハモのデメリットを教えてもらっていいですか？聞くんかいっていう。聞くのかよ、結局。なんじゃそりゃ。しょうがないよね。私はあれだもん、別に、その、プーチンを宇宙船に乗せれば戦争が終わるんじゃねえかっていう話はできないから。そんな話できねえからさ。むしろ前澤さんはさ、プーチンにさ、宇宙に行ってもらって世界観をさ、変えてもらってさ、それで、いい政治を行ってもらおうとかなんかそういうことをおっしゃってたけどさ、俺としてはさ、プーチン宇宙船に乗せたらさ、まあ、そのまま地球に帰ってこない方がよっぽど平和になるんじゃねえかなって。まあそう思ってんだけど。はい、アハモですね。ですね。いや、自分でちょっと調べてるんですよね、ある程度ね。まあ今私はそのドコモの長年のユーザーだったりするわけですけれども、アハモにすることで、電話帳の、ドコモのそのサーバーが利用できないと、いうことらしいんですよね。まず1点目ですけどもね。まあ、ところがまあ、まあ、これは別にその、別にサーバーに保存する必要もなくて、まあ、その、新しい本体にデータ移行したらいいのかな、みたいな。まあ、もう、あとはあれですね。Google ドライブにね、そのまま預けちゃえばいいですよね。電話帳はね。そんなところかな。んで、アハモに切り替えると、@docomo.ne.jp が利用できないということですんで、そうなるとですよ。例えばなんか、メルマガとか、まあ、近頃ログインするときもさ、なんか、その、ne.jp の方で登録しちゃったりすると、ID の方をね。そうすると、その、アドレスでしか、まあ、解約とかできなくなっちゃうんで、ですんで、まあ、ウェブ上で ne.jp を、もし使ってるようなサービスがあれば、
アドレスの変更とか、そういったのはした方がいいみたいですね。はい、ゆうさんどうも。まあ。あ、アリエス2になりましたよ、我々。アリエス1から。なんと昇格しました。今日、ゆうさんはね、星6見事に撮ってくださいましたけれども。ついに来ましたね。おめでとうございます。まあ、これがなんか、アホモにする上でのデメリットの二つ目かな。あと、三つ目ですね。ne.jp のアドレスで、まあ、やり取りしているメールは当然のことながら、アホモにしちゃうと、これは使えなくなっちゃいますから、見られなくなっちゃうんで、まあ、大事なメールはなんか記録を取っておく必要があると。いうことですかね。はい。それと、四つ目は、今、スマホで、Amazon プライムを私、契約しておりますが、これは解約になっちゃいますよっていうこともね、言われております。Amazon プライム入っております。入ってますけど、残念ながら一回も見たことないんですね。だから解約しちゃっても問題ないかなと。ということですね。この4点。アホモにするデメリット。他は、ギガ放題の2年プランの解約料がかかりますよということですが、まあこの解約料を差し引いてもアホモにした方が安くなりますね。それとドコモ光とセットでのプランになってたら毎月の、1000円安くなるのがなくなりますと。まあ、その毎月1000円ずつ今まで安くなってたんですけど、まあ、合計料金で1万円超えてたんで、まあ、アハモにした方が安いと。で、携帯保証サービスどうなるのかっていうと、今申し込み済みで、まあ、これはこのまま継続になるみたいで、大丈夫だということらしいです。はい。アハモはですね、ドコモの新料金プラン、別ブランドって言った方がいいのかな、むしろ。うん。で、簡単に言うと、まあ、ドコモ ne.jp が使えなくなるのと、ドコモの今までの電話帳のサーバーが利用できなくなると。で、その代わり、月々の使用料をかなり安くしますよというね。それがアハモです。で、端末とかに関して言うと、別に、まあ、そんなに違いはないですね。これも安さ重視でアハモにしちゃった方が良さそうですね。まあ、相談のさ、今日はさ、アハモにした方がいいのっていう相談の配信なんだけど、結構自分で調べてたりするのよね、こうやってね。結構自分の中では、もうアハモかなってね。うん、もう決まってんのよ、もう結論は大体。でさ、今さ、調べたことってさ、いつ調べたのかっていうとさ、1年前に調べてんのよ、俺。アハモの、ブランドができて、まあ、ほどなくして、ちゃんと調べてんのよ。で、これ1年間放置して、めんどくせえから。いやー。そうそうそう。どう考えてもアハモにした方がいいわ。ほんとさ、なんかさ、なんだろう。いざ動くときめんどくさかったりするんよね。で、幻影戦争に関して言うとですよ。これは、どうなんだろう。これ実は僕あんまよくわかってないんだけど、頭の中でこうしようっていうのはあるんですよ。まあ今、ね、現行のスマホでも幻影戦争、まあできることはできると。まあゴーストタッチあるけど、まあ普通に日課こなすぐらいはできるから、新機種が届くまでは、現行機種でやって、
で新機種が届いてからもう別に今までの機種のアプリを消す必要はなくて、あの新機種でちゃんと動くと、ログインもできて動くっていうことをまあ確認して、まあ新機種でやりゃいいかなと。別に旧あの古い機種のアプリは消さなくていいんですよね、別にね。これなんかなんだっけな、前ハミさんに聞いたら、なんだっけ、スマホのその幻影戦争をやりながらブラウザ上でなんか Google のアプリ開けるから、それで幻影戦争やったらどうなんのって聞いたら、あ、両方ともできますよっておっしゃってたから、別にあのどっちかを消さないといけないっていうわけじゃないですよね。それでアカウントがなんかさ変なことになっちゃうとかそういうことはないんですよね。大丈夫。ああ、トロさんがいるんだったら大丈夫だ。もうなんか変なことだったらもうトローリーさんに全部責任取ってもらえばいいから、もうほんともうそれだったら OK。 ありがとうございます。トローリーさんがあの全責任を負ってくれるということを確認しましたんで、あのありがとうございます、ほんと。じゃあもう、アハムにしますかね。なんだこの配信。いや、これはもうね、でも、素晴らしいブランドですね。特にだから、デメリットはない、なくはないけど、でも困るっていうようなことはないよね。端末はね、今までと一緒でね、Android が使えるやつにしようと思います。あの、iPhone にしちゃうと、やっぱちょっと使い勝手が変わっちゃう。それが1点。で、もう一点が、あの、優勝の原動石があるでしょ。なんか、アンドロイドで購入した優勝の原動石は、iPhone じゃ使えないっていうのは、なんか聞いたことあるんですよ。優勝の原動石は移動できないと。いや、これは僕にとって大問題です。大問題。だってもう、アンドロイドで購入した僕の、今、手元にある、優勝原動石153の石が使えないわけでしょ？ Android、iPhone にしちゃったら。これはね、もう大変よ、ほんと。本当に。これぜひとも新しい機種に僕はそのまま持っていきたいから、優勝の153原動石は。もう、これは持ってかないと。いつあの、優勝の、あの、7円のやつ売りに出すかわかんねえから7円であのスキップチケット100枚売りますとかなんかそんなやってくるから、幻影戦争さんはさ、その時にもう新たに入金とかしてられんから、うん、あー、 iPhone にたとえ変えたとしてもゴースト携帯でインすればいいんじゃないんですか。なるほどね。あ、それはね、そうかもしんない。でもさ、さっき言いましたけど、ゴーストのスマホで物を買うときに、もしかするとさ、ゴーストタッチでもってさ、もう一瞬で俺の優勝の153原動石がさ、150のなんかものをさ、ゴーストが買っちゃってさ、あの3原動石とかなっちゃうかもしんねえから。いや、今日ゴーストに物を買われた時はびっくりしたよ。ゴーストのせいで俺2000原動石失ってるから。2000だっけ ?1000 だっけ ?1000 かな、失ってっから。あれはちょっともう二度と起こしてはならない悲劇だと思いますんでね。まあ新しい機種も僕は、まあアンドロイドにしようかなと。まあアリーナとかね。そういうことを登ろうと思ったら、まあ iPhone の方がいいっていうのはね、なんか聞いてはいるんですよね。iPhone の方がなんか、接続が早いのか、端末内での処理が早いのかね。わかんないですけど。なんか、ロード時間とか短くて、
ね、特に天下無双を取るときなんかあれでしょ、もう全試合もスキップになっちゃうから最後の方とか、なるだけ多くこう勝ち抜くためにはまあ iPhone の方がいいかなっていうのはなんか聞いてはいるけど、まああれだわ、僕が天下無双を狙うときはあれ次あのスマホを買い替えるときは iPhone にします。そのとき天下無双を目指すから、まあ今回はまあぬるま湯でいいんじゃないかな、このままとにかく今僕のスマホにあの不定期に現れるゴーストと思うよ、そいつらが現れないような快適な環境さえ作れれば俺はいいかなと思ってんで、ねえ、ゴーストのせいで間違って電話かけちゃったりとかもさ、ちょっとあるから、それはさすがにね、もうこれはもうダメかなと思うんで、でも1年前からアハモにしようと思ってたから、じゃあもうこのタイミングでね、やりましょうかっていう、そういうとこでしょうかね。もう結論出ちゃいましたね。ああ、マニアさんのところもあれなんですね。ゴースト現れるんですね。石像育成を、餌をやればいいところ、普通の餌あげればいいところ、原動石を消費してやってしまうっていう。いや、それ買い替えた方がいいですよ。アハモに乗り換えていいんじゃないですか？もともとあれですよね、アハモは。今、岸田内閣ですけども、菅総理が、内閣の時に実現したやつですからね。あの方、在任期間は1年ないんですけど、まあ、不妊治療の補助金関係も実現させるわ。この携帯料金を下げますっていうことも、もう実現するわで、結構なんかツイッターとか見るとさ、やることやってんだっていうね。まあ在任期間は短いけれども、まあそれこそこう、国民生活に密着したような、いい政策をね、やっていただいてるんですよね。まあ決して私は自民党推しというわけでもないですけれども、いやでも、すげえなと思って。こんだけやることやってんのかっていうね。動画とかでホリエモンさんもベタ褒めしてるし、会談とかもやってるけれども。なんか有言実行やってんだなっていう。まあ、ただ選挙が勝てねえから、総理の座を降りたみたいなね、そんなとこらしいですけれどもね。日当たりさん3端末で減塩戦争やってるんですか？へえ、パソコン、スマホ。旧スマホ。まあ、なんだっけ。ID を3つ作るのはダメだけどね。まあ、共有はいいんでしょうね。すごいなぁ。もういつでも、いつでも戦争ですね。なんか、不謹慎なこと言っちゃってますけども。すごいなぁ。もういつでも集会できるじゃないですか。すごいですね。いやー、まあ、まあ、とにかく今私はね、なんつったってゴーストがこのね、端末で出まくるっていうのがね、しかもバッテリーがやっぱ膨らんでるわ。これは。これ膨らんでるわ。だから、酷使しすぎたんでしょうね、きっとね。このスマホの、なんか、まあできる、容量っていうか、パフォーマンス以上のことをやっちゃってんだろうな。幻影戦争とか、だってアップデを積み重ねるたんびに重くなってますもんね。今、どれぐらい容量使ってんだろう、幻影戦争で。ちょっと見てみましょうかね。
まあ、確かにさ、充電しながらさ、ずっと周回してるとね、そらまあ、まあそらずっとだって、スマホは働きっぱなしだから、やっぱメモリに余裕ないとね、それはダメだよね。減塩戦争で、7.35GB ですね。合計 7.6GB になってますね。まあ結構なもんですよね。これをまた動かすとなるとね、ちょっと話がまた変わってきますしね。そのメモリが新しくないといかんのでしょうから。iPhone でも充電しながら減塩清掃やってると火傷するくらい熱くなる。まあね。まあこれはもうスマホゲーの宿命って言ったとこですよね。ほんとね。まあ僕はそもそもやっぱ減塩戦争っていうそのテレビゲームですかね、いわゆるね、それをやること自体がね、やっぱどれぐらいぶりに、10年とかもっと経つかな、15年以上ぶりですかね、それぐらいぶりなもんですから。いや、スマホゲーってさ、ガラケーのゲームのイメージが強かったから、んでまあ自分のスマホで初めやったのはね、減塩戦争じゃなくてドラクエウォークやったんですよね。で、どんなもんかねーとか思ってね、友達がやってたもんだから僕もやったんですけど、したらさ、もうさ、ドラクエなんよ。もう、なんかバカなこと言ってるけど浦島太郎からするとね、びっくりですよ。ガラケーのゲームっていう感覚でドラクエウォーク始めてるから、どうせ大したグラフィックじゃないだろうとか、そんな思い込んでるわけですよ。まあ、それがさ、なんかうちの弟がさ、昔やってた、まあ、僕はもうドラクエ途中でやめちゃったけど、プレステ2のかな、最新作のドラクエみたいなさ、そんな画質のやつがさ、この小さなさ、スマホの画面の中でさ、ちゃんと再現されてるわけですよね。いや、そらびっくりですよ。え、今のスマホってこんなゲームできちゃうのって思って。ほんで、まあ、その、タクティクスのユーザーだったから、CM 見たんかな、なんかね、情報を掴んで、スクエニのタクティカル RPG っていうことで、ああ、FFT みたいなゲームの雰囲気のやつが出るなと思って、やったのが減塩戦争ですからね。これはね、まあ、減塩戦争もびっくりしましたね。だからこの端末自身も確かにね、まあ、ねえ、こんだけバッテリーが膨らんでるってことは、まあ、寿命。なんかなぁ。いや、新しい端末で減塩戦争をやるのか、それとも古い端末をもうゲーム機にしちゃって、これで減塩戦争をやるのか、正直ちょっと悩んでたんですよね。でもあまりにも、その今のスマホでゲーム、減塩戦争をやるときにもう、ゴーストタッチが出まくるもんだから、これはもう、端末のその機能を超えちゃってんだなと思って、もう、もうアプリとかもかなりもう削除したりとかして、もう写真とかもなるだけ容量食うようなデータは削除しまくって、でなおかつキャッシュね、なんかキャッシュの役割がよく分かってないですけれども、そのキャッシュとかも削除して、それでもなおね、やっぱりパフォーマンスが良くないんですよね。スマホ立ち上げてすぐでもゴーストタッチはね、多分出ますね。スマホの電源入れて、一番初めにスマホ本体のパスワード入力しますけど、ゴーストが勝手に入力しちゃってますから。なんか、何を入力してんのかわからんけど、とんでもない数の丸が、
もう丸い何個並べんのって、もうせいぜい4つだわとか思って、まあそんな様子見てるとね、まあそろそろ買い替え時かななんて思いますね。まあそんなこんなでですね、じゃあそろそろ本題のですね、プーチンをどうやって宇宙に送るかっていう話行きましょうか。いいわその話は。いいわもうそれは。手に負えんわそんな。そうですね、新しい端末を、ゲーム戦争と、もう電話ぐらいに絞りたいな。で、古い端末はこれはこれで残しといて、メールとか。あとあれですもんね、Google のサービスとか Wi-Fi に繋いでれば、そのまま使えると思うんで、そのままやっちゃっていいかなと思いますね。いやもうでも、幻影戦争ありきの判断だもんね。今回その端末を買い替えようかしらっていうのは、普通にゲームせずにさ電話として使ってりゃさ、多分ゴーストタッチとか全然起こんなくて何年だって使えるんだよな。ところまあなー、でもまあバッテリー膨らんじゃってたらもうしょうがないもんね、俺ね。これしょうがないなー。もうほんと iPhone にもする意味がわからんです、もう。なんでみんなそんな iPhone を押してくんの？その、もういいわ、iPhone は。そんなにいいですかね。ああ、まあ最悪バッテリー交換。まあまあまあ、それだったらもうアハモリします、もう。まあ月々ね、今と変わらん料金を、払えば多分いいと思うんで。そうですね。アンドロイドで、やろうかなと。なんでみんなそんな、なんもうそのなんか、友達も iPhone をやたら押してくんのよね。いやもう、もう iPhone とかしちゃったら、もうさらにもう便利な機能いろいろついてくるでしょう。もう Android でいいわ。その、やっぱアリーナのためとかですかね。前さ、そういやクラスマッチの、ね、順位決めるときに、まあ、オートでやる方も結構多いから、その、オート部門と、手動部門のランキングを分けたらどうだっていう話もね、出てましたけど、これをですね、今回のその、話に置き換えるとですよ、アリーナだってね、むしろその、iPhone 部門と、Android 部門で分けりゃいいんですよ。そんなに iPhone がもうスイスイヌル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 試合ができるってんだったらさ、ほんとったらもう別グループにしようよ、それで。iPhone は iPhone 同士で戦ってりゃいいじゃん。Android は Android で戦おうよ。それだったらフェアじゃない、それで。それでいいわ。どうこれ。結構いいアイディアだと思うけど。iPhone か Android かは多分ゲーム自体は区別できんじゃないのかな。だって iPhone で買った原動石は Android に移行できないっていう仕様だったら、ゲームとしては iPhone 用と多分 Android 用って多分分かれてると思うんですよね、種類としてはね。iPhone は iPhone 同士でやろうよ。あ、いいね、新宿さんね。4G と 5G も分けようよ。iPhone 4G 部門と 5G 部門と Android 4G 部門と 5G 部門と。
毎週4人の天下無双を生み出そうよ。俺いいじゃないの。称号増えて。みんな不平不満ブー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 言わないでしょ。だいたい不満言ってないって。それは許容してるもんね。で、アリーナ本気で頑張りたい人はやっぱそれぐらいの環境を整えるもんね、そらね。iPhone の方に移行しますわ。もうタブレット買うとかさ。うん。いやー、Android 4G 部門とかアリーナにできたら、どうなんやろ。俺全然走ってないのに50位ぐらいとかなってんじゃねえの参加者50人じゃねえかよ。そんな、見えるぞ、なんかそういうのが、なんか、端末ごとで。あり得るわ。あり得るね。もう全体で1000人ぐらいのランキングの人がさ、Android 4G 部門ができた途端にそれが天下無双取っちゃってさ。iPhone 勢から文句来るわ、そらね。そしたらうちらは言い返してやるのよ。じゃあ、Android にしろ。iPhone の最新のやつから、Android の 4G のやつにしろ。メルカリで買ってこい。中古のやつ買ってこい。なんだったら俺がバッテリー膨らんだ端末あげようかっつって、それを法外な値段で取引してさ。うん、でも今まで iPhone で快適にゲームしてた連中が天下無双取りたいっつってさ、うちらの端末買ってよ。うん、で、ゴーストに邪魔されながらさ、アリーナを進めないといけないっていう。ゴーストは邪魔してくるからね。もう俺もギルバトで何回ゴーストによって戦う相手を選択されたことか。俺氷属性なのになんで大モントに突っ込もうとするん、そんなにって。アホかっつってさ。あいつら選ぶんよ、勝手に。ゴーストどもは。ほんとによ。勝手にさ、言動制限を買い物するわよ。冗談じゃないよ、ほんとによ。いやー。大変なもんですね。まあ、そんなこんなで、まあ、アーモにするにはネット上で多分できると思うんでね。まあ今こんなにつっても、だいぶシラフなんですけども、お酒飲んでる状態ですから、明日早速、アーモに乗り換える手続きをやっとこうかなと思いますね。もう一回おさらいしとくと、電話帳のサーバーが使えなくなるから、まあ、Google ドライブに保存しとくっていうのが1点目でしょ。それから、ドコモ ne.jp のアカウントで、もしなんかのサービスを登録しているんであれば、あ、それは、なんか、登録のし直し、Yahoo メールとか、Gmail とか、まあ、そういうのがあるから、そっちで登録し直しですね。で、ne.jp の大事なメールっていうのは何らかの方法で残しておくと。この三つぐらいのね、これ気をつけて、アハモの方に早速乗り換えるような手続きに移ろうかなと思います。はい。まあそういうことでしてね、アハモの新しい端末が届くまでは、一応ちょっと幻影戦争の配信の方は控えとこうかなと思いますね。なんか、やっぱりね、その、なんだろう、自分の配信中にゴーストが出まくって、何、幻影戦争でまともに機能しないゲームなわけとか、なんかね、そんな、万一初見の人がね、見てて、そう思われてもね、良くないと思いますからね。はい。
え、アハモの、何ですか、新宿さん。アハモの契約の時に、最後のページで店頭までお越しください。え、そうなの？え、何それ？アハモってだってそもそもさ、店に頼らない契約形態にするための、あれじゃないのかね。ドコモの新しい施策じゃないんですかね。え、店に来いって言うんですか、最後。え、なんか変な感じですね、それね。なんかアハモのブランドを立ち上げたら、そのお店でいろいろアドバイスとか受けられなくなるんですよね。その、なんか操作がわかんないんですけど、とか。なんか、そういうので、まあ誤作動を起こしてても、基本全部ネットで対応っていうことになるみたいなんで、まあその人件費が削減できるっていうのも、アハモのメリットなわけですよね。そうなんや。なんだろう。まあ僕もちょっと明日やってみます。まあこうやってほら、配信で言っちゃえばさ、もう後に引けないからさ、もうきっとやると思うんですよ。もう1年以上、結論は実際だけど、1年以上アハモにすることを放置してた俺ですら、多分明日はやると思いますから、さすがに。まあ、とにかくやってみましょうかね。ドコモの後、コールセンターもね、つながらないんですよね。アハモにするとね、使えないんですよね。コールセンターの確かサービスも。全部ネット上で手続きになるはずですよね。まあ、だから今なんかドコモの店も、どんどんなくなってるらしいですもんね。まあ、お年寄りでね、本当その機械弱い人はね、ちょっと困る話だと思うんですけれども。だから、まあ、店がゼロになるとは思いませんけど、でも近所のお店がなくなっちゃうって、これは不便ですよね。ギルドチャットじゃなくて、ワールドチャットへの誤爆もゴーストたちが原因。多分そうだと思います。だから僕がちょっとそのギルドチャットでチャットしてて、ちょっと端末放置してた時に、ゴーストが出てきて、あれタブ切り替えるだけでもワールドチャットに切り替わるから、それで多分ワールチャに切り替わったんじゃねえかなと思うんですよね。まあまあ確認すれば私もあの悲劇はどっかで止められたと思いますけども。まあ、なんでしょうね。でもアハモにするときに店頭に来いとか、なんだろう、なんか不思議ですね。まあ、とにかく明日ちょっとチャレンジしてみますね。はい。というような感じです。まあ、とにかく配信としましては、まあ、そんなに時間はかく、まあ、でもお盆期間だからな、すぐに端末届くとは限らんでしょうね。まあ、アハモにして、端末届くまでは、ゲーセン層をちょっとお休みして、まあ、届いたら、その時新たにまた配信を始めさせていただこうと思います。はい。ですんで、明日はね、ライブアライブをやりますね。はい。まあ、しばらくちょっとライブアライブの配信のみにするのか、それともその、一日お休みをいただいて、現役選手のところは。で、まあ、ライブアライブは、その、確実でやっていくみたいな感じにするのか、みたいなね。ちょっと待って、何なんかまた気になることを、情報入りますね。なんすか今、部品がないですか部材って言ってっけど。部材が不足気味なので、端末届くのに少し時間がかかりそうってこと？あ、そう。弱ったね。その時はどうしようかな。よっぽど時間かかるんだったら、あれだもんな。
そんな話になってるんですか、半導体不足とか。そうなんよね。何ですか、ブルースタックって何ですか。ブルースタックスって何でしょう。端末によってはですけど、私の会社携帯1ヶ月待ちとかです。そうなんや。うわぁ、マジか。なんかもう、言葉にならない。ていうか、その情報もうちょっと早く来てもよくね、それ。なんか今まで散々関係のない話してて、さあ、そろそろ終わろうかなっていう時にさ、そんな情報ある？待つね。そうなんだ。全然だから、半導体のそのニュースが分かってなかったから。はぁ。日渡さんのこのブルースタックスって何ですか？これ。何？エミレーターのなんかですか？これは。エミレーター、どうなんや。なんかさ、なんだろう、いいのかなエミュレーターでやるのは。どうなんだろう、規約上いいのかしら。許されんだったらやりたいけどね、そういう環境でも。なんかパソコンでもAndroidのアプリが動くようになりましたよっていうニュースはなんか見たことがあるけどな。ってことは別にやってもいいのかな、そういうの。はい、アセウスさんどうも。こんばんは。なんか、そうですね。合法的な手段で、パソコンで原因清掃できんだったら、まあそれでもいいかな。それは、いやー、ちょうどこの今ロックアイスの器で焼酎飲んでますけど、氷がどん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 溶けてきてね、いい感じの水割りにようやくなってきましたね、これはね。まあでもアハモンにした方がいいでしょ。なんかもう毎月なんかさ、もうちょっとスマホの料金がね、まあ高いよね。いや、携帯の端末は今までのがあるから全然いいんすよ、いいんすよ。どのみちさ、これバッテリーが膨らんじゃってるっていうのをね、あのチャットでご指摘いただいたから、まあこれ買い替えないといけないなって思うんですよね。だから新しいスマホは買い替えますにします。はい、現状ちょっと停電するスマホになってますから、これ、新しいやつにはしようかなと思いますが、その端末がなんか半導体の不足によってなんか場合によっちゃ1ヶ月ぐらいかかるんじゃねえかっていう話がね、今出てますね。まあ、かといってね、どうしようもないもんね。だったらもうよりもっと早く注文しないといけないなっていうとこでしょうね。機種変したらオイス王の出番がなくなると。まあ新しい端末だと順調にゲームが動くんでね、途中でゲームが落ちるってことなくなりますからね。今までオイス王がその間繋いでくれましたけど、それがなくなるってことですね。まあなくなっていいんじゃないですか。なくなるんだったらなくなっていいんじゃないですか。別にそんな誰も困らんでしょ、そんな。あんな悪ふざけの時間。
いいんじゃないですかね。なんかさ、オイスオーのその変なイメージがついちゃってさ、ゲーム内に実装できないかもしんないっていう、そういうのもあるかもしんないし、なんかね、いやー、キラーコンテンツと呼んでもらえて嬉しいですね。そらオイスオー喜んでますよ。キラーコンテンツですかね、あれ。俺は嬉しいと思いますね。もうちょっと総選挙のオイス王の順位を上げたいですね。せめてベスト10ぐらいに上げたいね、オイス王を。そうすればさすがにちょっと実装考えてくれんじゃねえかな。そうすればさ、ビジョンカードのさ、後ろのところのさ、何？ティレルとかさ、この間のなんか光の新しいビジョンカード配布のやつの、そのクーリのポジションとかさ、あそこが六座王になるんじゃないの？さすがに総選挙で10位ぐらいに上げれば。どうかね。私のプロフィール欄、ゲーム内のプロフィール欄の挨拶文に、ログザやってますって書いてますか？ね。訂正しときます。もうそんな、すぐ消しときますわ、そんな。ログザ様、実装してほしいなぁ、でも。もう何回も言う主張ですけど、ログザ様に関しては本当に、まず実装してもらいたい。もうランクは何でもいいから実装してもらいたいっていうのが一つと、できることなら、オイスの三姉妹ね、ルティアル姫以下、三姉妹の性格がバラバラすぎるから、どんな子育てしたんだっていう、そこをなんか、まあ、イベントで実装してくれたら嬉しいかなって思いますね。その辺は、ちょっと、チョコレート落ちちゃった。机の上に落ちたんでね、食ってますけどね。はい。その辺はね、ちょっと、実装してほしいですね。というような、塩梅でございます。はい。チョコレートはあれですよ。電力の、あれです。チョコレートのやつですね。おつまみのやつ。はい。いやいや、もう本当に、YouTube さんの貴重なサーバーを使わせていただきまして、約1時間30分にわたってですね、お届けしました。私、洋作は、スマホの端末をアハモにするべきなのか、御年40歳の大葛藤スペシャルということで、もう改めて YouTube さん、ほんと90分のサーバーの容量をね、こんな配信に使っちゃって、ほんと申し訳ない。もっとこう、やっぱこの配信でも、統一教会を切っていきたいし、もうプーチンを宇宙にに送り出すとか。何回言うんだよ、今日。もうやっぱそういうさ、ためになるコンテンツをさ、発信していかないとダメだわ。もういい歳してさ、おっさんがよ、もう
端末どうしようって乗り換えどうしようってそんなみっともないわ。もうすぐ決めなさいよそういうのは。すぐもう需要あんのかこの、はい、アーカイブ伸びんのかこれ。どう思います？なんかむしろさ、どうよ、まあ、こあんま普段リクエストとか聞きませんけど、伸びないってはっきり言わないで。うん。むしろなんか、トークテーマとか、なんか、どうですか？せめてこのチャットにいる人たちがさ、私になんか聞きたい。ハギさんもさ、はっきり伸びないかもですが、こちらの作業ははかどります。どうだっていいわ、そんな。伸びないんだったらそれが全てだよ、俺は。うん。知らんて、そっちの作業がはかどるかどうかは。知らんよ。だいたいハギさんが何の仕事してんのか俺知らんし。うちのおじいちゃんとおばあちゃんはね、なんていうの、地元の昼のワイドショー的なね、AM ラジオから流れてくるラジオ聞きながら、農家でしたからね、段ボールにサツマイモを箱詰めする作業とかしてましたけどもね、相性がいいんですよ、AM ラジオと。もうお昼のさ、どうだっていいような、あってもなくてもいいような会話を聞きながらさ、さつまいもの箱詰めがはかどるんですよ。なんですか、ハギさんあれですか、箱詰めしてんですか、もしかして。はかどってますかね。大丈夫ですかね。まあ、いいでしょう。昨日の誤爆のことは前半話しましたんで、アーカイブを聞き直してください。必ず、いいっすか皆さん、ここのチャットにいる人はですね、いいねをしてくださいね。もう、しつこく言いますよ、私は。いいねを要求します、これからは。もう。頼むわ。いいねがね、少ない。いや、まあ、お酒入ってくからね。たまにはね。はい。アカウント10ぐらい作って押してください、それぞれで。よろしくお願いしますね。そうですね。まあ。皆さんからのリクエストはそんなにないということなんで。あんまり私、お題をマシュマロとかで募集とかしない人なんですね。だから、なんていうか、まあ、聞きたいことあればチャットで聞いてくれれば、多分答えると思いますし、それが理由の一つであってですね。で、もう一つの理由がですね、誰からも質問来なかったらどうしようっていう、そっちですね。まして悪口が、来たらどうしようという、その不安がありますから、今思い切ってちょっと心開いてですね、なんか聞きたいことないですかってちょっと、ね、もうただでさえ YouTube さんのサーバーを今圧迫している状況にもかかわらずですよ。もうあえて勇気を振り絞って、勇気と残された時間を振り絞ってですね、私は今、皆さんにですね、心を打ち上げましたけれどもね、それでもなおあなた方はですね、何も質問がないという私は別のギルドはいたことないです。はい、ないですね。焚き火配信は別に昔焚き火の画像を流しながらフリートークやったあれでしょ、あれは別にあれですよ。別に私は実際焚き火当たってるわけでも何でもないですから。別に トローリーさんと実際の焚き火を囲むこともないですしね。まあ、トローリーさんはリアルのキャンプが好きですからね。
それはいいかもしれませんけど、私はこんなクソ暑い夏場は外で焚き火なんかしたくないですからね。雰囲気がいいのであってですね。はい。トローリーさんのキャンプについてって、まあ、それむしろ質問の矛先がさ、俺じゃなくてトローリーさんに言ってんじゃん、それ。俺になんか聞いてよっつってんのに、勇気振り絞って、なんでそのお株をトローリーさんに奪われんのよ。配信者でもなんでもない。一視聴者に、なんでお株奪われないといけないの、俺の。もうどうだっていいわ。あいつはいつもキリン堂ホームランをかましてんのよ。ツイッターで画像上げて。もう一人でキャンプしてんのかさ、家族がいんのかわかんねえけどさ、なかなかいい装備使ってますよ、トローリーさんは。ねえ。ねえ、じゃあちょっと早いですけども、レモンドーホームラン行きますか、みたいなさ、そういったツイッターを上げてんのよ。その前日にトローリーさんは、幻影ダンジョンでもって、我々玄米茶 EX3 人で出たけれどもね、その大事な大事な決勝戦の一試合をトローリーさんが、あの、まさかのさ、EX のボードのダメージ上限アップのやつをさ、レベル20まで上げてないというので、それもし、上げてたら我々玄米茶 EX がアサルトさんに勝ってさ、幻影ダンジョンを踏破していたところ、もう上げてなくて、そんなもう基本中の基本をやってないが、あまりにさ、もうあれあれ、玄米茶 EX はさ、勝てなくてさ、あーともう深く反省してほしいなーなんて、そんなことを思ってた、その次の日に、はい、レモンドーホームランかましまーすってよ。はぁ、こいつって。ね、ほんと。もう、擦り切れるまで言います。今、キリン堂って私言いましたね。はい。レモン堂ですか。はい。キリン堂さんは、以前言ったギルメンさんです。レモン堂とキリン堂が混ざっちゃうんですね。はい。名前の由来はわかりませんけども。まあ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 。あの、トローリーさんがね、もう、あれから、まあ週末、キャンプ、大好きなんでしょう。言っておりますけれども、キリン堂ホームランの画像を見るたんびにそのことを思い出しまして、私は。本当むしゃくしゃしております。と。あいつ煽ってんのか、あの野郎って思って。腹を立てておりますよ。ああ、面白い。そのトローリーさんのキャンプどうだっていいんですよ、俺は。俺に聞きたいことねえのかっていう話をさ、してよう。ないですね。はい。そうですね。まあまあまあ。そんなところでしょうかね。はい。気を使っていただきまして、日渡りさんから本日二つ目の質問をいただきました。私が行ってみたいよそのギルドはありますかということですね。よそのギルド、どこやろ。どこですかね。いや、どこだろう。なんか、
ちょっと想像できないですね。もう牛茶に何の気も使わずに、私あの喋ってるんで、自分のギルドで。他のギルドさんだとやっぱりその初めて入った時にきっと気を使うと思うんですよね。それが疲れちゃうなと思って。もちろんあの新メンバーとして入った時にその挨拶すると思うんですけど、その挨拶もね、ちょっと疲れるかなっていうのがあって。っていうか、まあ、ギルド立ち上げたのって多分それなんですよね。自分で立ち上げた理由は。なんか多分自分はそのよそ様のギルドの立てた方針とか、こう、従ってると窮屈に感じて、ゲームが面白くなる一員になりかねないなっていうのがちょっと想像できたんで、だったら、もう自分で やってみようかなと思って、まあギルド立ち上げたらね、そら初期だから、ガンガン人入ってもらって、あ、こういうもんなんだって思ってたけど、まあね、今の、だから、その、もしメンバーさんが辞めた時に、勧誘がこんなに大変なのかっていうのはね、わかんなかったね、その時はね。まあまあまあ、ちょっと話それましたけど。どうだろう、なんか僕の中では自分のギルドを辞めるつもりは毛頭ないし、多分サービスの終了まで見届けるんじゃないですか。まあ、相当先だと思いますけどね、幻影戦争がサービス終わるっていうのは。あんまりだから、なんだろう。いい話ですかね。本当にあの素の状態でね、なんかほら、ギルドレイド何位以内とか、頑張りますとか、ああいう、まあ意気込みが一つの特色になってるっていうのは十分わかるんですけど、どうだろう。ちょっとね、やっぱりさ、その、ギルチャで、ハーハーしてる人を見かけたらさ、やめろって言いたくなるのよ、俺は。やめねえかっつって。バーモンガーとか。ひどい人に対しては。で、あまりにもひどかったら、じゃあ校長室来てください。長いお話があります、つって。今日もとあるメンバーに言いましたけど、あまりにもひどかったからね、ちょっと長い話がありますって。まあ、それでももうなんか聞き分けなかったらね、あの我がギルドにですね、クーリ様というね、あの人柱がおりますから、その人柱をちょん切るぞっつって、もうそういえば大概あの辞めますからね。そういうことよそのギルドじゃ言えないでしょ。だからギルドチャットじゃなくてワールドチャットに知らないうちに切り替わってて、名前変えろっつっただけでさ、あんな大騒ぎになってんでしょ、ツイッターで。うちのギルドじゃ当たり前だからね、名前変えろって。いや、名前戻せだわ。名前変えてるやつがいてさ、あの、いるのよ、よく。戻せつって。わらわらのマークもなく、誰だ貴様つって。いい雰囲気の時に。昨日、あの、それこそマニアさんが、なんか、何かしらのことをつぶやいて、すごい、あの、いいねの数が伸びましたっていう、なんか、無邪気なツイートがあったんですよ。ギルチャの書き込みがね。で、それに対して私は、あの、伸びてないっつって。言うほど伸びてない、あんなもんっつって。
びっくりマークもない。丸もつかない。わらわらのマークも文末に置かない。伸びてないの、4文字。普通引くでしょ。いや、引いてると思うんやけど、何人かは。そっからもう、何事もなかったかのようにさ、ところで編成なんですけどっていう話に移らんでしょ。いや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 。今とは、あなた今とんでもないような空気にしましたけど、みたいな感じでさ、若干気使うような流れになると思うけどさ、そっからさ、もう何事もなかったかのようにさ、編成の相談ですけれどもってならないでしょ、普通のギルドは。そういうことですよね。まあ、パワハラなんですかね。まあまあ私はごっこだと思ってますけれども。はい。ですから、そうですね。他のギルドさんに移りたいとかは、ちょっとね、今考えました。なんか、いや、それはいろんなほら、名だたるギルドさん思いましたよ。その、それこそまあね、ハミさんのところとか、そうそうそう、ハミさんのところもね、なんか、今月で、ちょっと解散になるんですかね。まあ、まだ結論は出てないかもしれませんけれども、なんかそういう、ちょっとツイート見ましたけどもね、まあ、ハミさんのとことかさ、まあ、黒羽木さんだってさ、ね、対戦させてもらったし、まあ、アサルトさんのね、新人騎士団だってね、雰囲気良さそうだしね、黒曜騎士団さんだってね、面白そうだしね、いいじゃないですか。それか、無理やり前陳さんのギルドをさ、見つけてさ、一人で石像を磨いてるって言うからさ、なんだったら手伝おうか、みたいな感じ。もうそういうのやめよう、そういうのも、ほんと。うん。なんか、まあ、すごいな。前陳さん、まさかギルド、ね、マイギルドで、一人で石像磨いてると思わなかったもん。なるほどなと思って。まあ、確かに前陳さんぐらいその、ねえ、もう有名になっちゃうと、もう、そうなんよね。多分、おそらく気使って入られてないと思うんですよね。それか、そうやね。まあ、やっぱり、ねえ、そういうのがストレスになっちゃうから、ゲームを純粋に楽しめなくなるからっていう、ことだと思うよ。だってそれはさ、仮にさ、まあ、仮によ、私のギルドにマイチンさんが入ったら、もうみんなマイチンさんってなるじゃん。それ見てさ、俺面白くないじゃん。はぁ？つって、すぐ嫉妬すんじゃん。で、マイチンさんクビにできないじゃん。だから俺何にも言わずにユズハチミツさんクビにするじゃん。そういうことよ。うん。まあ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 。やっぱね。まあだから、配信者は配信者でいろいろ考えてると思いますね。はい。まあ、多分今、関係のない流れに悪ノリになっちゃいましたけど。そうですね。比嘉さんの所属が、解散ですかね。まだ解散になるんですか。ああ。まあまあ、こればっかりはね、その、ギルドの判断ですからね。まあ、これは尊重せざるを得ないですね。まあ、本音言うとやっぱり寂しいところがありますよね。やっぱりね。サービス開始当初からのギルドですからね。まあ、ね、こればっかりはね、それぞれの事情がありますからね。はい。だから日当たりさんがまあ新しい移籍先ぼちぼち探さないとななんてツイートされてたら、まあそらすごい勧誘来てましたね。もう、うわっともう。すごいね。もうなんか、そうね。日当たりさんがウハウハになってたからね。あれ見て俺日当たりさんをミュートしそうになったから。
ああ、鬱陶しいと思って。ああ、鬱陶しい、もう。もういっぱいギルドあるんだからさ、募集してんだから。あら、もう、なんか、自分から DM 送りなさいよって思って。何をそんなさ、思わせぶりなさ、ツイートしてさ、どれぐらい、なんか反応あるんかしらみたいなさ、んーな、効果測定しやがってよ。あ、一番腹立つんだよ、俺。バカやろ。ツイッターに流れてこないのかね、なんか、名だたるギルドがこうさ、募集してんのをさ。でも、何あれ。ちやほやされたいのあれ。なんあれ。なんあれあれと。あれなんマジで。どうでも、なんもう、いいのかな自由な市場で。それはなんか、僕がその、なんか、なんだろう、発想が遅れてんのかな、なんやろうな。ギルドがあんだけさ、募集してんだからさ、普通に面接しに行ったらいいんじゃねえのとか思うんだけど、なんだろう。でも、そうね。ちょっと今冷静になって思ったけど、まあ、今ちょっと話してる内容がわかんない人のために言うと、その、幻影戦争のそのギルドは、まあやっぱりその人が埋まらない状況がね、続いてるんですよね。そうなると、まあギルバトは人数多い方が有利だから、やっぱりその、ギルドは募集するわけですよね。定員が減ったら、その、すぐ募集をかけるっていうのがね、幻影戦争の、まあ風土としてあるわけですよ。で、ツイッターが幻影戦争の関係だと、まあ、わりかしその、どこどこのギルドが募集してると、しかも、超有名なギルドね、戦績が、まあ、上位のギルドがさ、募集してるみたいなさ、現象があるんだけど、最近ちらほら見るのが、その、ギルドを探してる人の方が、自分はこんな手持ちですっていう、どこか拾ってくれるとこありませんかみたいなさ、そういうのを見るわけですよ。なんかだから、なんていうの、まあ、売り手市場とか買い手市場とかあるけど、なんかさ、こう、需要と供給が微妙に噛み合ってないのか、なんか最近よく見るんですよね。その、ギルド探してますみたいな人のさ。そうするとさ、まあ、山のようにさ、その返信のところにさ、うちのギルドどうですかみたいなさ、書き込みがあるんだけど、いや、てか、そんなことしなくたって、そういうのでタイムラインをわざわざ、その、主張を入れるんじゃなくて、募集があんだけあるんだから、そこに自分から申し込みはいいんじゃねえのってちょっと思ってたんよ、私ね。思ってたんだけど、今思うと、もし自分がね、なんか思うとさ、なんだろう。まず大前提として、その仕事探してんじゃねえんだから、ゲームなんだから、まあ、楽したいっていうのがありますよね。まずね。まず、なんか、一旦ちょっと僕は今、なんていうの?その、ギルド募集してますみたいな人をちょっと、茶化させてもらいましたけれどもね。悪乗りさせてみました、もらいましたけど、一旦ちょっといじらせてもらいましたけど、冷静に考えると、まずは、その、仕事じゃないんだから、ゲームなんだから、楽したいっていうのがまずありますよね。ほんで、二つ目の理由としては、まあ、行きたいギルドはあると、あるんだけど、断られるのが嫌っていうのもあるじゃん。その、いざギルドが誰々募集してますみたいな、こういう人どうですかつって自分が申し込んで、やっぱ断られるって話も聞くから、いや、そのゲームでね、楽しいのに断られたらちょっとショックだろうな。だったら自分からそのね、手持ちさらして募集して、で自分にはどういった選択があるんだろうっていうのを知りたいなっていう気持ちはね
あるでしょうね。きっとそっちかな。断られるのが嫌かなって。で、3番目の理由はチヤホヤされたいっていう、それだと思うよね。間違いなくその、今は、なんだろう、募集してるギルドが明らかに多いから。明らかに書き込み来るからね。反応が。だと思うな。はい、ニパニパさんどうも。こんばんは。まあ、そうね。その三つの理由があると思います。ギルドを募集している人の書き込み、ツイッターがなぜ流れてくるのかっていうと、一つ目は、ゲームだから楽して探したい。で、二つ目は、わざわざゲームなのに断られて傷つきたくない。で、三つ目がチヤホヤされたい。この三つのうちの多分どれかだと思うんですよ。それ以外は考えづらいかなと思うんですよね。でも申し訳ない。俺はでもそのツイッターに対して何の気も使いたくないから、俺はギルド募集してますみたいな、どっか拾ってくれるとこねえかなとかいうツイートを見かけたら、俺はまず思うのはチヤホヤしやがってみたいな、されてんだろうって、そう思っちゃう、まずそこは人間だからチヤホヤしやがってじゃなくて、されてんだろうどうせ、ああ、バボが、俺のライブアライブのツイートがまた伸びねえわとか思ってそういうチヤホヤになんか全ギルドが反応するからもうと思ってさ、せっかくさみんながさ幻影戦争の話題つぶやいてない時にさ、俺はライブアライブのショート動画作ったからそれ見てくださいみたいなツイートしたのにさ、また誰も触れねえじゃねえかよって思って、ああと思ってよ、死活問題だわこっちはみたいな、んーなー、おめえのその一瞬の快楽のためにこっちのよ、もう今生きるか死ぬかなんだから YouTube は、んなもんよ、んーなーいや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 、まあそのだからさ、本音言えば俺もその自分のギルドの店員がね空いた時にさ募集してもなかなか来ないんですよね、これがね来ないから、書き込みをされてる方にさ、なんていうの？アプローチ したいっていうのはあるよ。ギルド探しますみたいな人を見かけたらさ、声かけてさ、来てくれりゃいいななんて思うけどさ。まあ、それはね、俺はね、そういう人にね、声かけたことはね、多分、一度二度なんですよね。じゃあなぜ僕が、それだけね、ギルドメンバーを探してるにもかかわらず、で、ギルドを探してますっていう人がいるにもかかわらずさ、そこに声をかけないかっていうと、なぜなら、うちのギルドが空いてますって、その人に声かけた時に、断られると傷つくから。それは、ギルマスはギルマスで傷つくから。断られたら無限もなく、こっちは丁寧にご案内出して、どうかうちに来てください、よろしくお願いしますみたいな、なんだったらもう膝ついてさ、もうむしろ土下座してっかもしんないわ、もう一ヶ月ぐらい経っても来ねえからお願いしますっていうつもりのさ、気合をさ込めたさ、もう土下座に近いようなお願いをかましてるわけですよ。
その、あの絵文字とかありますよね、土下座の絵文字。あれも土下座って入れると出てこないのよ。なんかツイッターの文化が違うから、あの、お願いって言うと、あの、なんか土下座みたいなの出てくるわ、あれ。あれ、さ、どうやったら出てくるのかな、みたいなさ。探してさ。で、声かけてるにもかかわらずだ。なんか知んないけどさ、よそのさ、全然、あの、告知ちっきり入ってないようなところに、行きやがってとか思うわけよ。俺はだから、傷つきたくないから。ごめんね、あの、玄米茶のメンバーに言っとくけど、俺は俺で傷つきたくないから、あの、その、チヤホヤしてもらいたい奴に声かけない、俺は。痩せ我慢しとる。ごめん、それは、僕の生き様だから分かってくれ。メンバー。申し訳ない。それはあの、29人で頑張ろう。その時は。申し訳ないけど、それは俺のもう、ゲームのあり方なんよ。その、俺ゲームで土下座したくないわ。したんよ、したんよ。なんだったら俺の膝はさ、2回ぐらい汚れてるわけよ。汚れてんだけど。汚れてんだけど、もう、申し訳ない。申し訳ないわ。あの、1ヶ月ぐらいね、やっぱね、求人募集してる時に人来なかったらさ、なんかさ、なんか、こう、今ギルド探してますみたいなツイート見るとさ、ああ、ちょっといい感じの人だなって声かけたいなって俺よりも戦力あるなみたいなさ、お願いしようかなって思って、こう、膝を曲げた瞬間にふとさ、あ、俺の膝汚れてるって気づくんよ。ああ、もうこれ以上怪我しちゃいけないと思うわけさ。申し訳ない。僕がやっぱそれは楽しくないから、痩せ我慢を通させてくれよ。それは。メンバー分かってくれ。な、決して俺からは声かけないから いい人がいてもあのたとえうんそうもう痩せ我慢よねあれはもう両足汚れてますよ。ああほんとおでこ汚れてますよ全力の、あの、土下座の絵文字3つぐらい使ってっから。昔はね。お願いしますっつって。おい、スルーだわ。まあ、そうね。そういうもんだわね。まあだからね、よくね、マニアさんだのね、ゆずはちみつさんだのね、浦玉さん、トローリーさん、よく来てくれましたよ。こんな痩せ我慢で、あの、もう1ヶ月ぐらい声出して、あい、うちのギルドいいよってこう言い続けてるうちのギルドによく来てくれました、ほんと。ほんとありがたいです、ほんとに。めちゃめちゃ感謝しておりますね。うちのギルドに来てくださったメンバーはね、ほんとね。はい。ほんとにだから、来ていただいたときはありがたいですね。今言ったメンバーだとゆずさんが一番の古株になりますね。もっと古い人だとツイッターやってないですね。ギルチャのみですね。サブリーダー3人のうち2人は、子さんメンバーでお願いしております。はい。まあそういう、本音の会話でした。まあ日渡さんはまあ、でもね、日渡さんは今の僕のコメント聞いてからそれでもあれかな？ちょっと、ギルド探しますってつぶやくかな？ツイート削除するんだったら今のうちです。感じ悪いわ感じ悪いわそれまあそうですね。
まあ面白いですね、幻影戦争のギルドはね。クイズオブザビジョンはね、準備がちょっと大変なんだよな。どうなんやろうな。やると面白いんですけどね。カーナさんとかお願いしたら来てくれそうな雰囲気はしますけど、どうする？カーナさんが15問中2問目とかで外したらどうする？10分で配信が終わったら責任取れるか？それ、ほんと俺はその様子見たいから、俺2問目で全力で難しい問題出すよ立ち悪いわそれ。どうかねそれはそれで面白いってよく言うね。そうですね。ま、問題はできてんですよね。まあ、まあ、でも古いかな。前作った問題だから。一番何が大変なのかってね、あれなんですよ。ファイナルアンサーって、まあ、ね、クイズミニリオネアでは言いますけど、クイズオブザビジョンズでは、ジャマースラストって聞くんですね。で、難しい問題とか、もし回答者が間違った答えを言うときには、ミノモントさんだったら、ための演出があるわけですよ。で、ところが、まあ、なんとかそのための演出でできないかなと思って、僕は動画を作ったわけですね。で、セベロが、私のアイコンのセベロが、ジャマースラストを打つから、ジャマースラストを耐えられるかと、その回答者のアイコンのキャラクターが耐えられるかっていうね、演出の、まあ、動画が一瞬入るんですよ。あの動画作るのがね、結構めんどくせえのよ。そこないよね。はい。一応誤解なきように言っときますけど、前ハミロスさんと、畳屋さんのペアで、クイズオブザビジョンズを制覇、されましたけど、あれで、まあ、もちろん予告通りね、1万元同席プレゼントしましたけど、それが原因でね、やめたわけじゃないです。そこじゃないですね。演出が、ちょっとね、動画作るのがね、ちょっとね、ちょっとそこなんよね。クイズオブザビジョンですね。なんかの時に、なんだろうなぁ。そうなんよね。なるだけ俺は楽してやりたいんよね、配信は。で、編集した動画は動画でいいけど、それは僕の良さじゃないと思ってるんで、ああ、高宮さん。まだ商品使えてないですか？あの時の使ってくださいね、ほんと。カードで持ってても全然お金増えないですから、なんか、なんでもいいじゃないですか、畳屋さんも、そんな。なんか使ってくださいよ。自由に使っていただいていいと思いますけれどもね。一応、畳屋さんはイメージアップのためにまだ使ってませんみたいなこと言ってると思いますけど、もうきっと使ってると思います、もうこの人は。もう性格からして。
まあ、一応ね、その、体裁を整えるって意味合いで、まあそういうことを気遣ってるような、コメントをおっしゃってますけども、まあ、まあ、党に使ってるでしょ、畳屋さんは。うん、嘘つきそんな、そんな、そんな罵らなくてもいいだろう。きっとそうだわ。きっと使えてないんだわ、きっと。もうでもいいですよ。もう何だっていいです、もう本当に。もうトローリーさんだったら、レモンドーホームランを、買ってると思いますから。はい。何だっていいと思います、もう。ただ皆さん、なんか新しいパソコン買ったんじゃなかったでしたっけね。あ、ハミさんだったかな。まあ、マウスとかでもいいと思いますしね。はい。お子さんになんか、プレゼントされるのもよろしいかと思いますよ。てか、なんだったらあの iTunes カードそのまま、お子さんにプレゼントしてもいいんじゃないですか。使ったけど一応減塩戦争のために使いたい。ああ、同人誌買おうかと思う前。まあまあまあ、その気使う人は、その同人誌を、買おうかとか迷ったとか、ここに書かないですからね。ねえ。ねえ、もうだから、もう今、この書き込み見た瞬間もう消えたらいいのにと思いましたけれども。はい。まあまあまあ。いいんじゃないですか。まあ同人誌でもいいと思いますよ。もう所有権はだって畳屋さんに移ってるわけだから、それはもうご自由にお使いください。もうね、あの時のハミさんとね、タダミヤさんのね、もうコンビはすごかったね。まさか俺あのコンビでね、15問目まで行くと思わなかったな。まあ、一問私の致命的なミスで、問題間違ってしまったっていうのもありますけども。それ差し置いてもやっぱすごい、すごいね。うん。あの時は特別ルールで、ライフラインに当たるね、まあ、回答分かんない時にアイテム使えますっていうシステムがあるんだけど、まあ、二人のペアだから、それなしで行きましょうっていうことでね、そういうルールにさせてもらいましたけど、その特別ルールで二人が、最後の問題までね、回答しちゃいましたからね。で、前半さ、もうほんとさ、畳屋さんがさ、もう足引っ張んのよ。全然役に立たないんだよ。ところがさ、後半確実に難しい問題なんだけど、いい感じでさ、ハミロスさんのさ、知識が足りないところをさ、畳屋さんが補っててさ、おぉ。いや、いい、番組だったと思いますよ。はい。本当に。だから、もう自分はだからね、最後まで答えられた瞬間、あ、これはもう、迷いなくもう栄誉をたたえて、これはもう1万原動石送ろうって、送らせていただきましたけれどもね。で、そっからもう、早半年以上経ちますけれども。で、その時渡した、iTunes カードの使い道でまさかね、今になってね、同人誌を買おうか迷ったって、そんなこと聞こうとは思いませんでしたね。怒ってんのか、俺。怒ってねえわ。もう自由に使ってください、畳屋さん、ほんと。気使うことなく。はい。使わないんだったら返してください。もうご報告もいりませんから。ご自由に。お使いください。もう所有権移っておりますからね。はい。よろしいかと思います。ねえ。クイズ・オブ・ザ・ビジョンズはね、だから、まあ、どうやろうな。
なんやろうな、やるかな。結構重い腰を上げることになりそうですね。あの11月のシックハイはやりますけどね。あ、クーリハイだ。もう何回も間違うけど、クーリハイはやりますけどね。それはもう確実にやります。それは年中行事ですから、それはもう絶対やりますから。なんかそこの動画作るのもまたなんか無駄に気合い入れそうでさ、俺動画の編集時間かかるんよね。短い動画なんやけど、あの au 王の動画作るのあんな苦労すると思わんかった。ほんともう何回も言って申し訳ないですけれどもね。はい、ここで朗報です。日渡りさんがギルド募集してますというね、そのツイートを取り下げたということで、もう非常に喜ばしいツイート。嘘やん。日渡りさん、いいよいいよ、別に、そのままでよかったっす。すいません、なんかこれはパワハラになってるね。これはパワハラになってるな、これは。ほんとすみませんでした。はい。au 王はね、頑張りました。頑張ってね、作りましたね。やっぱ、もう念願のタクティクスのコラボ復刻ですからね、それは盛り上げたいなと思いましたね。はい。で、クーリハイもやっぱさ、年に一回だから、あれもね、ちょっと、au 王でどんだけこう自分に動画編集のスキルがあるのか分かったんで、クーリハイももしかしたらそんだけちょっと気合い入れるかもしれないなぁ。いやぁ、スモークタンがなくなってしまいましたね。いやー、スモークタンうまかったな。もう一つ買っとけばよかったな。いや、日渡さんね、なんていうの、ギルド探してますのツイートに関してはね、それは僕の一、主観ですから、はい。あんまり気にしないでくださいね。消したのかな。ほんとごめんなさい。スモークタンうまいっすね。うまかったですね。もうない、なくなっちゃいましたね。まあ、あとは、チョコレートしかない。はい。そうですね。クーリハイは、ああ、なるほど、なるほど。日当たりさんのその、ギルドを探してますツイートは消してはいないとね。はいはいはい。OK です、OK です。はい。ね、ここでの発言が元でね、ツイート消しましたってなると、もういよいよもうそれはもう、私の横暴になっちゃいますからね。はい。そうやね。まあ、特別企画はなんかやりたいというか、なんやろうな。なんやろう。こんなこと言っちゃなんだけど。自分でやるの大変だから、なんか、呼んでくれねえかなって思うんですよね。呼ばれねえと思うけど、俺みたいなの。なんか、その、さ、家庭訪問と一緒でさ、
なんか先生がさ、うちに来るとなるとさ、やっぱうちの中片付けないといけないじゃない？自分でその、ねえ、手前味噌の企画を用意するとさ、やっぱ粗相があっちゃいけないと思うから、映像的にもさ、やっぱ編集とか、その画面の切り替わりとかもさ、ちゃんとこう BGM をここで出すとかさ、やっぱ用意しとかないといけないって結構気合い入れんじゃん。単にあのトーク企画であっても、この洋作の部屋で昔あのゲストの方にね、それこそハミさんとか、アサルトさんとか、ね、浦玉さんに来てもらってますけど、それもさ、やっぱさ、いろいろさ、こっちはこっちでさ、いろいろ聞いたりとかさ、事前にさ、質問を送ったりとかさ、してさ、ちょっと段取り決めないといけないっていうのがさ、やっぱちょっと大変、というか、うん、そういうのあって、なんか、ちょっと自分としては思ってる以上に気遣ってしまうから、なんかね、だから、呼ばれねえかなと。なんか、何の準備もなく、行って、喋るの楽やね。うん。それこそ、芸ダンジョンの高野祭でアサルトさんの配信に一回お邪魔させてもらったけど、あれはまあ、その、なんだろう。事前準備はなくて楽ではありましたよね。もう行く、当日行って本当、スライドはだって川名さんがもう作ってくださってて、アサルトさんがその画面の準備を事前にしてて、で、僕はあの、なんていうの？まあ、解説でも実況でもない、なんか、あの、途中水を差し向けられる人みたいな感じのポジションで、で、どう答えてもさ、うまいことアサルトさんと、まあ当時ユータさんだったかな、が拾ってくれたわけだから、全然楽だったからさ。うん。全然楽だったから。たまにはそういうポジションもいいなと思って。うん。そう。結構ね、あの、スライドを何枚も用意するっていうのもね、まあ、その、普段使ってる人からすると、たったこれだけのスライドって思うかもしんないけど。ですね。いざ自分で用意すると、ちょっと手間かかりますね。はい。はい。ご質問どうぞ。ダメです。ははダメです。はい。聞くな。無礼者。その方が何でしょうか。はい。殿様か。チョコレートです。あの電力のおつまみのチョコレート食ってますね。はい。ハーハーは全部ダメですよ。あの文字でもダメですし、顔文字もダメだし、おしなべて許しませんというね。はい。あー、ツイッターのスペースなー、スペースのおしゃべり、あれ入れないのよ俺。なんかやっぱさっきのさ、自分のそのよそ様のギルドに行こうとしたこと、考えましたことありますかっていう質問と一緒なのよ。なんか人が立ち上げてるスペースの方にさ、入ってっておしゃべりってちょっと気使うんよね。なんか、あのスペースっていうのは何ですか？
入った瞬間に自分のアカウントが入ったっていうのはバレるんですか、あれは。バレなきゃいいなと思うんですけど、あれバレるよね、入った瞬間。ミラティブも似たような理由で僕辞めたんですよ。なんかこっそり聞きたいんですよね。こっそり聞きたくてミラティブをよそ様の配信入ったら、なんか誰々が入室しましたってわざわざご丁寧に音声で読み上げてくれて、いや、いいわと思うよ、それ。で、ホストさんもさ、気使ってさ、ちょっと触れてくれるわけじゃない、配信者だから。で、それはそれでさ、今までさ、話の流れがあるのに申し訳ねえなって思うから。で、あとコメント、ね、やっぱそれに対して返さないといけないじゃん。ところがさ、こっちはさ、どうしてその配信聞こうと思ったかというと、眠りながらリラックスして聞こうと思ってたから、そのわざわざ端末をも自分の手元に戻してさ、チャットでコメントしたくないよ、そういう時にさ。で、コメントしなかったらしなかったで感じ悪いってなっちゃうから。いや、その誰々が入室しましたって、あれ余計なんだよね。スペースもだから、そのなんかアカウントが見えなかったらいいのになと思うんですけどね。なんかせめて選択制にしてほしいよね。入室した時に自分の名前出しますかみたいな感じでさ、やってくれりゃいいんだけどな。スペースはどうなんやろ。俺メリットあんのかな。どっちなの？なんか、笹さんはなんかスペースはなんか、入ってるの気づかなかったりするって言うけど。どっちなんやろうな。この後ちょっとやります？じゃあ、テストとして。ちょっと。いや、俺スペース自分でやった時に、何気にショックなのが、もし誰も入ってこなかったらどうしようっていうのもちょっとあるんよね。そもそもスペースはコメントできないから大丈夫。ああ、そうなんですね。いや、全くだから使わないのもどうかと思うし。30分だけやりますか、この後。どうなんやろ。俺でもスペースやるぐらいだったら YouTube の配信やるわって思うよね。まあ、寝落ちする人はいますよね。集まるかな、この時間で。リクエストしていいなら入りますよって、リクエストってどういうことなんですか。リクエストがよくわかんないね。なんやろ、まあ、とにかくやってみればいいのかな。ちょっとだけやってみますじゃあ、30分だけ。なんかおしゃべりできるんですかね、なんかね、ツイッターのフォロワーさん同士でね。まあ、この配信もちょっと長くなりましたし、今日はこの辺でおしまいにしときましょう。では、じゃあこの後ちょっとツイッターの方に移しまして、2時半ぐらいまで引き続きですね、実りのない会話をするということで。まあ、もしよろしければ、私の、チャンネルの方にもツイッターのアカウントが載っておりますんでね、そっちでちょっとスペースというものをやってみようかと思います。よろしくお願いします。最後までどうもありがとうございます。畳屋さんいいねありがとうございます。もうね、もう大事なんですよ。これがね、いいねをしてもらうとね、見てもらえるんですよね。本当に。なんか、アルゴリズムみたいなの変わるみたいですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当、すいませんね。ダラダラと、おしゃべりさせていただきました。どうもありがとうございました。おやすみなさい。ここでお別れの人、どうもありがとうございました。
失礼いたします。というわけで、ちょっと幻影戦争の方はもしかすると新しい端末届くまでしばらくちょっとね控えめになるかもしれません。なんか別の方法で配信できるんだったらやります。ライブアライブの配信がちょっと中止になるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということでね、どうぞよろしくお願いします。ツイッターなりコミュニティなりで、その辺はちゃんと発信はしようと思いますんでね、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみなさい。失礼します。